お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はいはい、ちょっと高橋さんにちょっと密着と言いますか、この間密着旬代理させてもらったと思うんですけど、まあ、そのちょっと続編というか、うん、っていう形で最近の就活の近況とかをちょっと聞けたらなと思ってます。最近の就活の状況はどうですか？最近の就活の状況は、前まで本当に何もしてなかったんですけど、ちょっとずつ企業を調べ始めて OB 訪問も少しずつ始めました。お、前の動画出てから1ヶ月ぐらい？撮影から1ヶ月も経ってないですね。3週間ぐらい経って、なんか OB 訪問とか他に何かやったこととかってありますか？他にやったことは自分の強みとか探し始めましたね。どういう感じで探し出したんですか？動画で全然自分の強み分かってないよねって言われて、でその自分で強み探すのがすごい苦手なので、仕事してる時とかに自分が得意なことなんだろうとか、いうふうに考えながら強みを探し始めました。なるほど。じゃあ今その就活をちょっとずつ始め出しての悩みとかってありますか？就活の悩みは最近自分のやりたいこととか行きたい企業っていうのはだんだん分かってきたんですけど、そのどういうふうなスキルを磨けばいいのか、どういうふうなスキルをアピールすればその企業に受かるのかっていうのが分からなくて、で自分もどういうスキルを持ってるのか分からないっていうのが悩みです。確かにね、あるあるですよね。その悩みに対して今やってることとかってありますか？やってることはインターンの仕事中に自分が本気で頑張れるポイントってどこだろうとか、周りの人と話して自分がよりできてるところってどこだろうとかいうのを考えてますね。はい、ってくる。今回動画のタイアップでそのスキルがわからないとか、自分の強みがまだ分かりきってないっていう人に向けたサービスがあるので、よかったら、はい、試していただけたらなと思います。じゃあ行きましょう。はい、はい、ということで今回高橋さんに受けていただくジョブティというサービスを運営されている代表の倉田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回高橋さんに受けていただくそのジョブティというサービスがどういう人向けの、どういった特徴のどんなサービスかっていうのを教えていただいてもいいですか？企業さんですね、原理原則として仕事ができる方というのを求めていらっしゃるかなと思います。なので我々このワークサンプルテストで実務体験を受けてもらって、学生さんに仕事をするのポイントとか自己のスキルを、アドバイス、伸ばすためのアドバイスを差し上げて、で内定に導いていくというサービスとなっています。どういう人に向いていますか？受けてもらうとスコアが出てきますので、自分のまさに仕事力で企業さんにこう PR していきたいという方、仕事のイメージがつかないとか、自分のスキルがちょっとどんなものかよくわからないとか、こう自己分析とか企業理解、仕事理解にちょっと悩んでいる方みたいな方にすごく向いているかなと思います。自分の強みが分かってない人と結構分かっててスキルもある人、どっちにも向いてるってこと？そうですね。逆オファーが来るっていう認識ですか？スコアがいい方に中心にですね、うちにもって特別な求人がありますので、その方のスキルレベルと、あとはその指向性に合わせた求人をご紹介させてもらってます。普段はオンラインなんですけど、今回は対面でしていただくということで、ぜひ頑張っていただけたらなと思います。はい、じゃあ意気込みをお願いします。めちゃくちゃ緊張してますが、頑張ります。ではデスクワークお疲れ様でした。ありがとうございます。そうしましたら、僕がお客さん役ですね。はい、で高橋さんが営業役で、はい、ロールプレイング形式でアポイントメントを体験いただくというところになります。はい、でいきなり始めるのちょっと難しいので、はい、8分間ちょっとお題を読んでもらうというところがありますね。はい、お題を読んでもらって、でその後、ロールプレイングで体験という形になります。向井さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずちょっとお電話で、
お問い合わせいただいたということだったんですけど、そのお問い合わせ内容というのを少しお聞きしてもよろしいですか。お問い合わせ内容、あ、そうですね、まあ、導入を前提にちょっと考えてまして、より深い話をちょっと聞きたいなと思ってお問い合わせさせてもらいました。ありがとうございます。その導入の目的をもう少し詳しくお聞きしてもいいですか。ありがとうございます。そうですね、目的の一つとして考えているのは部署間のコミュニケーションを活性化させたいなと思っているのが目的の一つですね。その部署間のコミュニケーション活発っていうのは、その業務連絡とかそういうところをもう少しスムーズにしたいというところなのか、それともその一人一人の親交を深めたいというところなのか、どっちのニーズの方が大きいですかね。あ、そうですね、業務の連絡で考えてまして、具体的に言うと営業部とマーケティング部というところの部署間のコミュニケーションを増やして、その営業で拾ってきた顧客企業の声をユーザーのマーケティングに反映させて、まあ、集客とか売上をもっと伸ばしたいなというふうに考えているというところです。今の課題ってどこにあるんですか。今で言うと、そもそもその部署間のコミュニケーションがほとんどない部署に閉じたコミュニケーションになってしまっているというのが、まあ、課題の一つですね。なんで部署で閉じちゃってるんですかね。そうですね、倉庫の部署が、まあ、普段一緒に仕事してないので、そもそもなんかこう情報共有しようと思っても誰に共有したらいいか分からないとか。なるほど、ありがとうございます。そうしましたら、当社のこのプランを送らせていただきますので、また持ち帰って検討していただければなというふうに思います。わかりました、はい、検討したいと思います。じゃあまず倉田さんの方から結果の方の発表をお願いします。はい、ありがとうございます。ここは20点というところで、学生の平均が 16.6 かな今っていうと、なので平均よりすごくよくできてらっしゃるので、素晴らしい仕事のパフォーマンスだというふうに思います。このスコアは何の評価なんですか。まあ、仕事における課題解決力ですね。まあ、論理的に考えて計画を練って、仮説を練って、で、実際の関係者にヒアリングをして、ヒアリングした情報元に課題を設定して課題を解決していくっていう一連の課題解決の流れを図っています。まあ、今回良かったのは、そうですね、論理的思考力だとか仮説構築よくできてらっしゃいまして、まあ、売上の最大化とか課題解決の最大化という意味で、非常にいいところに着目して、論理的に考えられることができたかなと思います。あとアポイントの方もですね、ヒアリングを、まあ、いろんな角度でしてもらって、そのお客さんの課題を掘り下げて課題に照らし合わせて提案するということが一定できてたかなというふうに思います。はい、こう今の考えている就活の軸ってどんなところでしょうか。私の就活で考えている軸は、自分がやった仕事で前向きになれる人を増やしたい、その前向きなキャリアを歩めるような人を増やしたいなっていうのが軸の一つとしてあります。なるほど、なんかそう思うに至ったこうきっかけというか、なんか理由って何かあるんですか。私がその中学生の時にあんまり前向きに積極的に生きられないような人間で、でもそれが変わって今こういうふうに積極的に行動できている人間に変われたっていうのがあるので、そこを携われる、そこのきっかけになるような仕事をしたいなというふうに考えております。なるほど、分かりました。ちょっとそういった、まあ、ビジョンとかを掲げてらっしゃる会社さんをぜひご紹介したいなというふうに思いますので、はい、ありがとうございます。先日 の、はい、お話を踏まえた上で、あと、まあ、ワークサンプルテストも受けた上で、また上で、まあ、ご紹介したい企業があるので、今日お時間いただきました。ありがとうございます。前回前向きに人生、キャリアを考えられる人を増やしたいというところもありまして、僕からご紹介したのは1社ありますと、はじまりさんという会社なんですけども、ビジョンドリブンな会社さんでして、ビジョンが自立した人材を増やし人生の幸福度を高めるというビジョンを掲げていらっしゃいます。高橋さんが前向きにこうキャリア人生を考える人を増やしていきたいというところをおっしゃってらっしゃったので、すごくビジョンが重なり合うところがすごくあるかなと思いまして、ご紹介ぜひ差し上げたいなと思ってます。嬉しいです、ありがとうございます。はい、ということで、こういった形で、自分の強みがまだ分かってない人や、自分の強みは分かってるけど働いた後のイメージが持ててない方は、ぜひ下の概要欄にジョブティのサービスのリンクが貼ってあるので、よかったら、チェックしてみてください。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。どうでした営業体験。いや、もう仕事ってこんなものなのか、営業ってこんなものなのかっていう、緊張してとても大変でしたけど、まあ、ちょっと楽しかったです。ちょっと楽しかった、ちょっと楽しかった。緊張の方が大きかった。まあ、緊張の方が大きかったですね。初めてだったんで。そうだよね、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。なんか最初その講演で話してた今のすずの悩み、うん、
なんかちょっと変化とかってありました？ああ、もうその時は仕事なんてしたことないから仕事で活かせる強みなんてわからないよねって思ってたんですけど、うんうん、なんか意外と自分が当たり前にできてた人の本音を引き出すとか、うん、その心情を引き出すっていうのが実は自分の仕事で活かせる強みだったんだなっていうのを知ることができたんで、すごい良かったです、うん、いい経験になりました。すずが自然にできてそれが強みになってることが生かされる仕事、うん、ね、出会えるといいね。本当にそうしたいですね。強み生かせる仕事に就きたいなって思いました、うん、明日からも前向きに就活ファイト、ファイト、バイバイ。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。